はい、どうもこんにちは。今回はですね、ムスタングのね、トレモロ調整をねちょっとやりますね。ブログにね、以前からちょこちょこお問い合わせがねあったんですけど、やり方をね教えてくださいということで、で今日はね、分かりやすく、一番ね怪我をしにくいやり方でね、僕が普段やってるやり方なんですけど、めんどくさいと思うかもしれないけどね、もうバラしてね、一回スタッドを外してやった方がね、怪我しませんから。で、やり方は簡単で、スプリングのね、こうかける位置でね、強弱変えれるんですけど、で、標準はね、一番下のところにかけてあるんです。これが弱いんだけどね。で、中で一番、今回ね、ちょっと一番上の一番強ってやつね、一番強い方に、こんな感じでね、変えました。そうするとね、アームアップはね、できなくなるんだけど、テンションが結構目いっぱいかかりますからね、トレモロも狂いにくくなると思います。で、スタッドはめるときもね、今やったみたいに、六角レンチ使ってね、それを、テコにしてね、はめ込むと、結構楽にできますね。手だけでやろうとするとね、だいたい怪我しますからね。で、僕はね、このブリッジの下にね、お辞儀しないようにスペーサーをね、かましてます。これ市販でね、安く売ってますからね。過激なアームダウンしない人はね、つけた方がいいと思いますけどね。はい。やり方は簡単なんだけど、怪我をね、する人が結構ね、多いもんですからね、ムスタングはね。こんな感じでね。強化スプリング使わなくてもね、スプリングの位置で、強さを変えれます。